小説のシリーズ草原推理文庫より2004年12月から刊行されている。中学時代に問題児を推理したがる性格で苦い経験をした高校生小馬と常五郎と常五郎と似た境遇を送った同級生の小佐内いの小市民を目指すために互恵関係を結んだコンビが 平和な高校生活を求めながらも日常の中で発生した事件の謎に挑む様を描く。主人公であり探偵役でもある小馬と常頃の一人称で語られるがもう一人の主人公である少佐内い雪の心情はブラックボックスにすることがシリーズを続ける方向性となっている。作品は基本的にはいくつかの短編が組み合わさった連作ミステリーとなっており 文庫形式で発表されている。さよなら妖精が文庫より高価な単行本として発売されたため、自作はデビュー当時のファンである中高生に手に取ってもらえるようにという著者の考えにより、文庫形式で春季限定一語タルト事件が刊行された。また、小市民というフレーズはプロット検討段階では存在せず、 執筆中にふと浮かび上がり定着したものであり、元アンラクイス探偵と元ハードボイルド探偵の話が執筆前のコンセプトとなっている。当初は春季限定の単発のみの予定だったが、春という形で上司したからには、戸夏つ冬と続けるシリーズ化され、春季、夏季、秋季、冬季の4巻で完結する予定。シリーズは漫画化もされている。 春季限定イチゴタルト事件はまんじゅうやんこによって月刊 G ファンタジーにて2007年5月号から2009年1月号まで不定期連載された。夏季限定トロピカルパフェ事件は2009年2月に漫画家が発表され、構成、山崎風は作画、おみおみによって同志2010年3月号より連載されていた。作画、まんじゅうやんこ、スクエアエニックス g ファンタジーコミックス春季限定1ゴタルト事件2008年2月27日発売 ISBN 978から4から757522305春季限定1ゴタルト事件2009年2月27日発売 ISBN 978から4から757524873、e、構成山崎風和、作画おみおみスクウェアエニックス G ファンタジーコミックス、夏季限定トロピカルパフェ事件2010年8月27日発売 ISBN978 から4から757529830夏季限定トロピカルパフェ事件2011年2月26日発売 ISBN978 から4から757531529ありがとうございます